本日は久保田主催の防爆はかり情報セミナーにご参加くださり誠にありがとうございます。このセミナーは2部構成で所要時間は約60分を予定しております。第1部は危険場所における無線通信最新トレンドと活用事例、第2部は耐圧防爆型指示系 KCEX 新製品発表会です。最後までご視聴よろしくお願いいたします。それでは早速第1部のセミナーを開始します。中山さん、よろしくお願いします。本日は弊社主催のセミナーをご視聴いただき誠にありがとうございます。第1部のセミナーを担当します、株式会社久保田精密機器技術部軽量開発課の中山と申します。私が担当する第1部では危険場所における無線通信最新トレンドと活用事例というタイトルでセミナーを配信いたします。よろしくお願いいたします。本セミナーはこのような流れで説明いたします。はじめに防爆に関する基礎知識として、防爆に関する法規制、防爆構造の特徴、防爆機器の使用場所について説明し、次に防爆機器の最新トレンド、最後に危険場所における無線通信の活用例をご紹介いたします。それではまずはじめに防爆に関する法規制について説明します。爆発火災を防止するための法規制の一つとして労働安全衛生法があります。労働安全衛生法の第5章第1節第42条では、危険もしくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するものなどについては厚生労働大臣が定める規格または安全装置が必要と記載されており、その中の一つに防爆電気構造電気機械器具が含まれています。労働安全衛生法の中で爆発の危険がある場所で使用する電気機械器具に関する内容は労働安全衛生規則の第280条に記載があります。他の型式検定に関する項目は弊社のような防爆機器製造メーカーが対応する法令のため、本セミナーでは説明は割愛いたします。こちらは労働安全衛生規則第280条の一部を抜粋した文章です。引火性のものの蒸気または可燃性ガスが爆発する危険がある場所では、その蒸気やガスの種類に応じた防爆性能を有する防爆構造電気機械器具を使用しなければならないと定められています。実際にこれらの職場で働く事業者と労働者自身が蒸気やガスの種類に応じた防爆機器を選定する必要があるため、正しく防爆機器の特徴を理解する必要があります。対象となる可燃性ガスの例として、エタノールやガソリン、軽油、プロパンガス、水素などがあり、また可燃性粉塵の例として、綿、レーヨン、麦粉、でんぷん、カーボンブラック、アルミニウムなどで流形が細かいものが対象となる場合があります。防爆製品が必要かどうかの判断は、先ほどのように法令上危険場所の事業者と労働者が責任を持って判断を行う必要があります。本セミナーの内容を参考に正しく防爆製品を使用してください。続いて防爆構造の特徴を説明します。爆発が発生する3つの要素として、水素やガソリンなどの可燃物、空気や酸素などの自然物、火花や静電気などの着火源があります。これらの3つの要素が共存することで爆発が発生するため、防爆機器はこれらの3つの要素のいずれかを取り除くことで爆発を防止しています。ここから防爆機器に求められる防爆構造のうち4つの防爆構造についてご紹介します。1つ目の本質安全防爆について説明します。本質安全防爆構造では、使用する電気部品の消費電力を制限し、
防爆機器が着火源となることを防ぐ構造となっています。メリットとしては回路の故障も想定された設計となっており、名前の通り最も安全とされています。しかしデメリットとして消費電力の制限があるため、高出力な設備には不向きであったり、バリアや AC 設置が必要となるため、配線に手間やコストがかかることが多いといった特徴があります。2つ目は耐圧防爆構造について説明します。耐圧防爆構造では、電気機器内部で万が一爆発が発生しても、火炎が外部のガスに引火することを防ぐ構造となっており、容器の強度や隙間に制限が設けられています。メリットとしては、本質安全防爆構造に比べて消費電力の制限が少なく、高出力の電気機器に使用が可能なものが多く、またバリアや AC 設置が不要であり、配線コストを低減できる可能性が高いです。またデメリットとしては、爆発圧力に耐えうる強固な筐体が必要であるために、大型な設備になってしまうと筐体のコストがかかってしまうという可能性があります。3つ目は樹脂充填防爆構造です。樹脂充填防爆構造では、着火源となる電気機器を樹脂で覆うことで、可燃性ガスと着火源の接触を防止した構造となっています。そのため、使用する樹脂には一定以上の厚みや耐久性が必要です。メリットとしては、本質安全防爆構造と同様に、回路の故障を想定した安全な設計と言われており、デメリットでは、樹脂が劣化しない機器や環境で使用する必要があったり、また電気部品が樹脂で覆われてしまうため、修理や部品交換の際に非常に手間がかかるといったデメリットがあります。4つ目は内圧防爆構造です。内圧防爆構造では、容器の内部に空気や不活性ガスを圧入することで、可燃性ガスと着火源の接触を防止しています。メリットは耐圧防爆構造と同様に消費電力の制限が少なく、またバリアや AC 設置などの配線が不要であることが多く、設置が容易であることです。また耐圧防爆構造に比べると大型な容器となった場合に強固な筐体が不要であるため、防爆機器を製作する際のコストが安く済むことがあります。しかしデメリットとしては、ガスが常時圧入している必要があり、また内部の圧力が下がっていないかを常時検出している必要があるため、防爆性能を維持するためのランニングコストが別途かかります。また装置を一度停止してしまうと、内部のガスが入れ替わるまで防爆機器を使用することができません。最後に防爆構造についての特徴を表にまとめました。各防爆構造の特徴をある程度把握していなければ、せっかくの防爆機器を導入しても防爆性能が正しく発揮されない恐れがあります。最近では複数の防爆構造を組み合わせたような機器も存在していますので、各防爆機器の使用上の注意事項は必ず確認してからご使用になってください。続いて防爆機器の使用場所についての説明に移ります。危険場所で使用できる防爆機器を選定するためには、爆発性噴気が存在する時間と可燃性ガスの種類の2つの情報が必要です。防爆機器を使用する場所、危険場所では、爆発性噴気が存在する時間により3つのゾーンに分類されています。年間1000時間を超える場合はゾーン0、年間10時間から1000時間までの場合はゾーン1、年間1時間から10時間未満の場合をゾーン2と分類されています。例えばゾーン0であるケースは引火性のある液体の液面付近、ゾーン1は点検時など定期的に可燃性ガスが発生する場所、ゾーン2は異常時だけガスが発生する場所や、ゾーン1の周辺のエリアなどが対象となります。ガソリンスタンドの例を例えて説明すると、ガソリンが貯蔵されているタンクはゾーン0、タンクローリーへの給油口はゾーン1、
周辺のガソリンスタンドの敷地はゾーン2であるというふうに言われています。ゾーンによる危険場所の分類に合わせて選定する防爆機器の性能が異なります。この予報表は防爆機器の構造と使用できる危険場所を示しています。防爆構造により EPL という機器の保護レベルが異なっており、最もレベルが高い GA であればゾーン0でも使用可能であります。また GB であるとゾーン1またはゾーン2で使用可能であり、 GC になるとゾーン2までしか使用ができません。続いて爆発性ガス蒸気の種類による分類について説明します。このようにガスの種類によってガスグループとして 2A、2B、2C の3段階、温度等級として T1 から T6 の6段階の組み合わせでグループ分けがされています。こちらの表のガスグループについては右に行けば行くほど危険であり、温度等級は下に行けば行くほど危険であるというふうに考えられています。そのため国際規約に対応した防爆機器では必ずこのように EX から始まる記号が施されており、防爆機器に例えば 2BT4 という記載がある場合は、この黄色で塗りつぶされている部分が使用できるガスの範囲になります。最新の国際規格に対応した防爆機器であれば、このように防爆機器に付与されている記号を見るだけでどのような防爆構造を持つか、またどのようなガスで使用可能か、どのゾーンで使用できるかが分かるようになっています。EX は国際規格に対応した国際整合防爆指針に対応しており、 IA、DB、MB などは各防爆構造の種類を表しています。そしてガスグループと温度等級によって使用できる範囲、ガスの範囲が決まり、保護レベルによって使用できるゾーンが決定します。これらの記号を見ることで実際に防爆機器を使用する現場に合わせて防爆機器の選定を行ってください。続いてセミナーのタイトルにもある防爆機器の最新トレンドについてご説明いたします。製造業全体の大きな潮流としてデジタル化すなわち DX があります。政府や経済産業省も DX を日本の製造業のこれからも生き残っていくための最重要課題と位置づけており、企業の DX 推進を後押ししています。マクロな視点ではソサイエティ 5.0 グリーンバイデジタル2025年の崖など、社会ビジョンの実現、社会的な課題の解決を DX が担っていくことが期待されています。一方でミクロな視点では製造業の現場が直面している具体的な課題として、生産性の向上、熟練作業者不足、トレーサビリティの確保、ペーパーレス化などがあり、こうした課題を DX で早期に解決し事業の体質強化を図ることは多くの企業にとって急務となっています。デジタル化が求められている一方で、日本企業ではデジタル化が思うように進んでいない現状が明らかになっています。こちらに示している経済産業省がまとめた2023年度版ものづくり白書によると、ものづくりにデジタル技術を活用していると答えた企業は2021年度で 67.2% となっており、その割合は年々増加しているものの、活用している技術を見てみると、多くは CAD や CAM、生産管理システムといった最新技術ではなく、昨今注目が集まっているような AI は 10.1%、IoT は 22.9% といったような状況で、新技術の普及はあまり進んでいないことが資料から見て取れます。世界的に見ると、スイスの国際経営開発研究所 IMD が発表した世界デジタル競争力ランキング2022年度版においては、
日本は欧米の主要国だけでなく、韓国、香港、台湾、中国にも遅れを取る29位となっています。こうした現状に日本政府としても大いに危機感を感じており、一層の DX 推進を後押しする姿勢が見られています。製造業においてデジタル化の推進が叫ばれる一方で、危険場所のデジタル化はこれまで非常にハードルが高く、推進が難しい状況が続いていました。防爆対応が求められる危険場所においては、デジタル機器を導入しようと思っても、LANケーブル1本を施設するにも配線コストが非常にかかってしまったり、工事自体の実施のタイミングの調整が難しかったり、また配線を増やすことで逆に爆発火災を発生するリスクが増えてしまったり、配線を増やしてしまうと設備の移動が難しくなってしまったり、そして防爆のデジタル機器は非常に高額であることなどがあり、さまざまな課題が安全場所に比べて導入のハードルを高くしており、デジタル化は遅れています。先述の通り、危険場所はデジタル化のハードルが高い環境ですが、デジタル化を実現する重要な要素として無線通信が今注目されています。防爆型 ICT 機器は年々充実をしており、多様なニーズに応える機器が存在しています。さらに各種の防爆型産業機器もデジタル化への関心が高まっており、各メーカーからは無線によるデータ通信機能を持つ製品が続々と発売されています。弊社株式会社久保田としても、2023年に防爆場所で使用可能な無線通信機能を持つはかりを2製品発表しており、また他にも久保田のはかりに対応する防爆型標量インターフェースもサードパーティーから発売がされています。このような危険場所で導入可能なデジタルソリューションは広がっており、その優れた活用例を次からご紹介していきます。次のスライドから無線通信の活用例について3つ紹介していきます。最初にご紹介させていただく活用例は、化学品の工場で液体充填機で充填した薬品の充填量をチェッカーばかりで再確認する工程です。まずはかりは久保田の本質安全防爆台はかり KLIS を使用していただいております。従来の作業ではチェッカーの台はかりから表示された計量値を作業者が紙に転記し、その作業が終わると安全場所に移動し、1日の作業終わりに記録用紙に書かれた記録をパソコンにデータ入力をしていました。しかし、計量値を記録用して転記する際に作業者の方が間違ってしまったり、また安全場所に移ってからのパソコンの入力作業で入力ミスをしてしまったりなど、在庫の不一致がたびたび発生しており、このお客様ではヒューマンエラーの撤廃が最重要課題でした。加えてデジタル機器を導入することで、安全場所でのパソコン作業の入力工数の削減とペーパーレス化などの要望もありました。そこでこちらのお客様では、台はかりにオプションである Bluetooth データ送信ユニット KLWT-IS を追加していただき、既存の防爆型ダブレットと Bluetooth で計量データを送受信できるようにしました。誤記や誤入力といったヒューマンエラーはこのシステムを導入することで解決することができました。さらに KLWT-IS と合わせてシステムを回収していただくことで、防爆タブレットから直接 PC へリアルタイムに計量データを送信できる仕組みを構築されていきました。以上の改善により、データ転送までも自動化することで、パソコンへの入力作業の削減とペーパーレス化も実現することができました。この例によって、この例では防爆型タブレットをすでに導入されているお客様では、
久保田の本質安全防爆大はかり KLIS と Bluetooth 送信ユニット KLWTIS を導入するだけで Bluetooth を介して計量データを直接抽出することができました。続いて活用例の2つ目として生産システムと連動を伴うものをご紹介します。対象は各メーカー様でミキサーへの原料投入工程が対象となっています。従来の作業では生産管理システムから紙で印刷される作業指示書の記録されている記載の原料をまずピッキングします。続いてはかりで質量を指示書通りかどうかを確認します。これらの作業を繰り返し1ロット分の複数の原料をミキサーへ投入していました。こちらのお客様では作業指示書は紙で印刷されており、また作業実績も同じ作業指示書に作業者の方が手書きで記入されており、そして作業者の方が作業終了後安全場所のパソコンにデータ入力をされデータが生産管理システムに反映されている仕組みでした。こちらのお客様での最重要課題は情報連携の迅速化でした。この方法では全ての投入作業が完了して作業者の方が安全場所に帰ってきてパソコンで実績データを入力するまで生産管理システムには実績情報が反映されず大きなタイムラグが生じていました。生産品が多品種小ロットの場合原料の品目情報も多くて在庫管理をより正確に行いたいのにそれができていない状態が続いていました。そこで課題の解決方法として生産管理システムと連携した氷量管理システムを開発し防爆型タブレットと無線通信機能付きの防爆型大はかりを導入していただくことになります。まずはシステムの仕組みをご説明いたします。まず氷量管理システムはホストコンピューターである生産管理システムから作業指示データを取り込みます。続いて原料の品目が正しいことと作業指示通りの質量であることをはかりで確認をします。この際に無線通信機能付きの計量器を導入することで計量器から自動で計量データが氷量管理システムに送信することができます。品目と質量の整合チェック、ロット登録を行い、原料出荷実績を登録をすることがされていました。そして実際に計量した原料ロットと実績情報をコンピューターへ出力しています。この実績情報をもとにホスト側で作業実績へと反映し、使用原料の引き落としと成果物の入庫処理を反映させていきます。システム導入後の現場の機器構成と作業ステップは次の通りです。まずはじめに防爆タブレット上で作業指示データを確認します。作業指示には作業指示に記載の原料をピッキングし、容器に貼り付けられた QR コードをタブレットでスキャンすることで品目情報が正しいことを確認します。続いて原料を防爆大はかりで計量して質量が指示書通りであることを確認します。氷量管理システムから実績情報を受け取った生産管理システムが使用原料の引き落とし成果物の入庫処理を行います。このシステムを導入することで生産管理システムへのリアルタイムでの原料の出庫と成果物の入庫を反映することができ、自動化による入力作業の削減を実現することができました。また作業指示に対する実績情報の確認を目視チェックからシステムチェックへ移行することでヒューマンエラーを防止することもできました。また誤記誤入力を撤廃することはより精度の高いトレーサビリティの確保につながるとできました。そして3つ目の事例として石油化学プラントで
遠隔から監視支援を活用した例をご紹介します。こちらのお客様では、少子高齢化に伴う熟練作業者の不足とスキルやノウハウの伝承ができておらず、人材育成に関する2つの課題を抱えておられました。こちらのお客様では、防爆対応の無線機器を導入することで、これらの課題を解決にすることができました。熟練作業者は、安全場所で遠隔地からの監視と、習熟度の低い新人さんの作業者のサポート役に専任していただいています。新人作業者の方は、防爆型のヘッドマウントディスプレイを装備してもらい、遠隔地にいる熟練作業者と視覚情報を共有しながら、オンサイト、リアルタイムで作業指示を受けることが可能になり、初めての作業や自信のない作業でも安心して実施することができるようになりました。また、プラント内の各所に防爆型の無線カメラを配置していただくことで、遠隔地からの設備を監視することができるようになり、点検時の巡回などの工数を削減でき、より広範囲に監視作業をできることが可能になりました。ここで資料では説明がイメージしづらいと思いますので、一つ目の活用例でご紹介した KLWTIS のデモ動画を配信したいと思います。これより活用例1に登場した Bluetooth データ送信ユニット KLWTIS をご紹介させていただきます。こちらが KLWTIS です。 KLWTIS は本質安全防爆型大はかり KLIS のオプションです。 KLIS と KLWTIS の間は赤外線で通信を行っており、 KLWTIS は赤外線通信で受け取った軽量データを Bluetooth に変換して、タブレットやスマートフォンなどの情報機器に送信することができます。それでは実際に試してみましょう。今、印字ボタンを押すことで軽量データがタブレットに送信され、軽量値がタブレットに今表示されました。もう一度しますと、今、表示にグッドと出ているのが分かります。これは Bluetooth のデータ送信が成功したということを示しております。以上でご紹介を終わりたいと思います。最後になりますが、本日のセミナーでは様々な防爆機器を取り上げてきました。しかし、防爆機器の使用にあたっては、必ず機器を正しくお使いいただくことが重要です。例えば、耐圧防爆構造の機器では、適正交換時期は15年、耐用年限は20年と推奨されています。左の画像で示している小型製品についても、これらの製品は生産中止から15年以上経過している機種であるため、お使いの際は安全のため、ぜひ更新の計画をご検討ください。以上で私が担当する第1部のセミナーは終了です。ご視聴ありがとうございました。引き続き第2部のセミナーもご視聴よろしくお願いいたします。はい、中山さん、どうもありがとうございました。それではここからは、防爆はかり情報セミナー第2部、耐圧防爆型指示計 KCEX の新製品発表会をお送りいたします。久保田は新型の耐圧防爆型指示計 KCEX を発売いたします。危険場所での軽量作業はもちろん、液体充填器やホッパースケールなどの充填排出作業にも最適な指示計です。久保田が自信を持って発売する新製品の魅力と特徴をご紹介いたします。本日は KCEX の開発者である久保田の軽量機器開発の方の溝口さんと三船さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。で、こちらが KCEX の実機ですね。なんか以前の指示計よりも、コンパクトになって、かつデザインもシャープになりましたよね。
で、この液晶もですね、このフルカラーになっているところがやっぱりこう一目で新しさをすごく感じさせますね。あ、そう言っていただいてありがとうございます。今回久々のフルモデルチェンジということで、まあ、開発としてもかなり気合を入れた機種になっております。もうすぐ弊社から出荷となりますので、今その準備に取り組んで、忙しい日々を送っているところです。はい、ありがとうございます。 KCEX は久保田にとって13年ぶりとなる新型の防爆型支持系になるわけですが、久保田にはこれまで約40年間の防爆型支持系を作ってきた歴史があります。1984年に K2EPA で始まる K2EP シリーズ、1995年に FLEX で始まる FL-FC シリーズ、これまで久保田の耐圧防爆型支持系にはこの2つのラインナップがあったと思いますが。そうですね、久保田では K2EP シリーズと FLEX シリーズ、これがずっとラインナップとしてありました。2007年には FLEX シリーズが FCEX に置き換わり、今回その FCEX シリーズと K2EP シリーズを統合した KCEX を発表するに至りました。これはなぜ2つの機種を1つの機種で統合する形に変わったんですか？そうですね、中に入っているいわゆるその充填シーケンスであるとか軽量に関わるいわゆるそういう制御系のものなんですけれども、そこがすべて実は一緒なんですよ。ですので中身が一緒で外側が違うというだけではちょっと何かあまりインパクトがないなということで、まあ、それだったら今回統合してしまおうという運びになりましたので、この新しい機種という形で発表させていただきました。はい、それでは製品の全体概要について三船さん、教えてください。はい、 KCEX シリーズは防爆等級 EX-DB-2B-T6-DB の防爆支持系です。 LPG、石油、塗料、有機溶媒などといった可燃性危険物を扱う場所でご使用いただけます。従来機種の充填シーケンスやプリンター等はそのままご使用いただけて、電気入出力を8点ずつ装備、エア入力は最大8点、エア出力は最大7点搭載しております。またケーブル引き込み口は計6点ございまして、 Wi-Fi も標準装備しております。なるほど、まあ、では従来の機種に機能を維持しながら、まあ、全体をこれだけコンパクトにできたということなんですね。で、まあ、あとね、プラス新機能もね、たくさん充実しているというところで、まあ、ただですね、ちょっと私一個気になったのが、まあ、これだけ全体大きさがね、前の製品よりもちょっとちっちゃくなってますけれども、こう今の、支持系をお使いのお客様がこう更新を考えられた時、ちょっとやっぱその困ってしまうとかいったことはないんでしょうか？そうですね、その点が一番問題となってくると思いましたので、実は、筐体の大きさとしては少し小さくはなったんですけども、後ろ側に取り付け用の、ネジ、ピッチがあるんで、ネジがあるんですけれども、まあ、このピッチをですね、すべて従来機種と同じにしておりますので、機械を入れ替えるっていうところでもこういった問題は発生しないと考えております。なるほど、やっぱり当然その辺はもう考えられているということですね。そうですね、はい、はい、分かりました、ありがとうございます。はい、では続いてこの KCEX の開発コンセプトについて溝口さんにちょっと語っていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。コンセプトの方なんですけども、大きく3つございます。1つは操作性および機能ですね。で、2つはこちらの方カラー液晶になっておりますけども、視認性で、3つ目が DX 化ということで、このコンセプトを決めていっております。で、今回の開発では先ほどもちょっとご紹介ありましたけれども、大きな目的として機種統合がありました。で、現在販売されています FCEX と K2EPE、 実は動作シーケンスに関わる分、特に充填器シーケンスですね、これはほぼ同じなんですよ。で、ただ操作性ですとか表示なんかはこれはちょっと異なってきますので、そこをうまくマッチングするようにさせて、現行製品をお使いのユーザー様ですね、
こちらの方を違和感なく使っていただくような形でキー操作や画面の方、そちらの方を工夫させていただきました。またこれまで多くの充填機で取り入れられた機能ですね、これも全部組み込んでおりますので、かなり機能面、いわゆる性能面ですね、この辺はアップしていると思っています。で、2つ目の視認性なんですけれども、こちらは先ほども、これ見ていただいて分かりますようにカラー液晶を採用しています。で、一つの画面でですね、多くの情報が、確認できますので、まあ、とても、見ていただいたら分かるように明るくて綺麗ですよね。で、実はこれ日本製の液晶を採用しておりまして、実は結構高いんですけども、まあ、この辺贅沢仕様ですよね。はい。で、3つ目なんですけども、これが IT 化 DX 化というところです。で、これも標準で Wi-Fi を搭載しております。まあ、当初開発の計画ではですね、 Wi-Fi はオプションでいこうという話があったんですけれども、やはりオプションにしてしまいますとお客様がオプションでこれつけていただけない可能性がだいぶあるかなと思いましたので、ここも開発過程でこそっと Wi-Fi を入れてうまくごまかした、で、まあ、ちょっと言い方悪いですけれども、そんな形で標準搭載したということです。ただ、まあ、これで Wi-Fi 標準搭載することですね、お客様の方でいろんな DX 化に対応できるのかなと思っています。ただ我々の方でどういうところまでできるのかっていうのはちょっとあまり深掘りはできていないんですけれども、まずこの指示系からですね、 Wi-Fi で軽量データこれを送信することによって、あとはユーザー様の方でですね、このデータを活用していただいて、DX 化に、推進していただいたらありがたいなと思っております。なるほど。まあ、まさにね、このセミナーの、第1部でもですね、こういう、製造現場での DX、特にですね、こういう防爆、危険場所での DX っていうのがやっぱり、これからの潮流だということで、まさにそのね、流れに乗ったもう新製品だということですね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。ここからは KCEX の特徴について詳しく見ていきたいと思います。ではこの KCEX の特徴を三船さん教えてください。はい、KCEX の特徴、1つ目は視認性の良いカラー液晶、2つ目は Wi-Fi 通信機能、3つ目は充填制御の高度化に対応した制御入出力です。それではまず1つ目の表現力に優れるカラー液晶表示についてお伺いしていきたいと思います。と、冒頭にも触れた通りですね、やっぱりすごく鮮やかでこう印象的な液晶だと思うんですけれども、このカラー液晶の採用というのは、具体的にはどういったメリットがあって今回採用されたんでしょうか。はい、今回は軽量や充填に必要な情報をすべて表示しております。カラー液晶にすることで一目で分かります。また従来の FCEX の操作性を継承し、使いやすさも向上しております。加えてモニター機能などの新しい機能も搭載しております。なるほど。このパッと見たときに、この、今の画面上にもいろんな情報、数値がこう出ておりますけれども、色分けされているおかげで、こういったちょっと、ね、表示は小さいんですけども、すごく見やすいですよね。はい、そうですね。こちら画面見ていただきますと、項目ごとに区分けされておりまして、まず画面右ウェーブが出力値、その下側が定量など軽量に関する情報が配置されております。また画面の左上には軽量に関する割合が表示されております。
ほど、ありがとうございます。まあ、やっぱりすごく色だけじゃなくてね、やっぱりすごく高解像度でこう、ね、パキッとしたこう、ね、色合いに見える、ね、綺麗にこう字が見え、文字が見えるので、まあ、すごく視認性が高くて、ね、すごくいいですよね。カラー液晶を採用されたことで操作性が向上して、まあ、メニュー画面なんかもすごく使いやすくなったということなんですけれども、ちょっといくつかご紹介いただけますでしょうか。はい、わかりました。今映っている画面、これが基本画面になります。でこちらの方、まあ、先ほどもちょっと説明させていただきましたけども、このあたり計量するために必要な情報ですねがすべてこの画面で見れるようになってます。続いて設定画面に移ります。設定画面の方はこちらの方の設定キーを一度押していただくと、このように上から定量、定量前、落差、ハイ、ローなどの設定ができます。これの操作も簡単で、こちらの方の上矢印キー、下矢印キー、これを押していただくことでその設定値を変えることができます。またこの設定キーを長押しすることで機能設定、動作設定、タイマー設定などこういった指示系内部で設定する機能の、ファンクションに入ることができます。ここも操作が簡単で、上下矢印キーを押していただいてセットキーを押します。そうしますとパスワードを要求されますので、ここでパスワード、パスワードは1234にしております。でこうすることで、例えばこれですと S1 の動作シーケンスの選択ですね、これが選択できる項目を表示しております。ここでも設定値を変える場合はここで数字、例えば7って入れていただいてセットキーを押すことで7番の設定、これはショートノズルモードですけども、それに設定することができます。また項目を変える場合はこのまた上と下矢印キーですねを押していただくことで、その設定したい項目に移ることができます。あと元に戻る場合はこの停止キーですね、これを一度押していただくと元の画面に戻る。このように、まあ、非常に操作性ですね、視認性も良くなってますので、オペレーターの方がいろんな設定をやる分にでも非常に簡単にできると考えております。なるほど、ありがとうございます。まあ、本当にですね、とっても分かりやすいなという印象だったんですけれども、まあ、特に、まあ、従来のこう FCEX など7セグの、ね、表示と比べると、やっぱりちょっと段違いにこう、ね、使いやすさ向上しているんじゃないかなというふうに感じました。そうですね、まさにそのおっしゃる通りだと思ってます。はい、ありがとうございます。続いて2つ目の特徴である Wi-Fi 通信機能について教えていただきたいと思います。今日はですね、こちらに KCEX を搭載した液体充填器をご用意しておりますので、こちらを使いながらこの Wi-Fi 通信機能について教えていただきたいと思います。じゃあ溝口さん、今日は今タブレットをお持ちですけれども、はい、これと どのような形でこう一緒に使えるんでしょうか。はい、こちらの方にですね、まあ、弊社の方でちょっとテスト的に作りましたアプリケーションを入れてます。で今、ここでここをタッチしますと、このように同じく 0.76kg って出ますけれども、で今これ Wi-Fi で通信している状態です。あ、なるほど。じゃあこの今、この重量値がここに今反映されていると出てる状態ですね。で今これ下に0ってあるんですけど、これが風帯値なんですけども、ちょっと宝田さん、風帯引きのボタンですね、この2番キーを押していただけますでしょうか。はい、0になりましたね。そうですね、はい、で今風帯の欄のところに 0.76 って出ましたけど、まあ、この画面ですね、ちょっと今見にくいんですけど、また後でアップでご覧になっていただきたいと思います。でここで、実際重量値ちょっと変化させますと、どん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 重量リアルタイムで上がっていきます。で一旦止めていただいて、でこれで 赤い丸がバランスマークですね。まあ、この辺もリアルタイムでデータが飛ぶようになってます。で実際指示系側のインジオボタンを押していただくと、ちょっと分かりにくいですけども、これ今データがもう瞬時に飛んでくるというところで、ですのでこのタブレットがですね、データロガー代わりになるというところで、またこの飛んできたデータはすべてですね、このタブレット内のいわゆるデータを保存することができますので、まあ、これはあとは事務所側に持っていただいて
Excel で処理していただくと、まあ、そういうことが非常に簡単にできるようになっています。なるほど。これちなみにタブレットの OS は何でも大丈夫なんですか？今現状は Windows だけでやってますので、まあ、今後ちょっとAndroid とか、まあ、そのあたりまで展開していきたいと思ってますけども、まあ、現状やっぱり防爆のタブレット、これはちょっと非防爆のタブレットなんですけれども、防爆のタブレットっていったら主に Windows 版ですので、まずはそちらの方で何かサンプルソフトできたらいいかなと思って進めております。なるほど、ありがとうございます。やっぱり本当に、ね、これから防爆、その危険場所で その DX 推進ということでね、まあ、必ずこう、まあ、必要になる機能なんじゃないかなというふうに感じました。はい、そう思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは先ほどお見せしたアプリですね、これをちょっと分かりやすいように画面ちょっとアップでお見せしたいと思います。これが起動画面になります。でこちらの方の計量値ですね、ちょっと文字がまだ小さくて申し訳ないんですけども、計量値をしていただきますと先ほど見ていただいたように重量値が出ます。でここで、ある程度重量ですね、上がりますけれども、上がりまして、でここで、指示系側で風体キーですね押していただきますと、このように風体がこちらの方に飛ぶようになってます。でさらにこれに、はかりの方に重量物を載せていただくと、このようにもうリアルタイムで変わることがよくわかると思います。でこの状態で今 5.15 キロですけど、14ですね。でここで指示系側でインジキーを押していただくと、ちょっとわかりにくいんですけど、まあ、ここに、5.14 キロですねっていうふうに1件目に出るような、このように指示系側の操作によってもうリアルタイムでこちらの方のタブレットにデータが飛ぶようになってます。で他の機能としてはですね、モニター機能っていうのがありまして、まあ、こちらの方を押していただきますと、まあ、これも指示系に積んでいる機能の、操作がすべてここでできるようになっているんですけども、例えばインアウトモニターっていうのを押していただきますと、これ現在指示系の入力ですね、入力と出力が今どうなっているかというのが示しています。で緑がオン、赤がオフの状態です。まあ、例えば IA ですね、 IA のところ、OE かな、今、緑になってますけれども、指示系側の方のスイッチを押していただきますと、ここが今リアルタイムで変わりましたけれども、このように出力が、オンになると緑で、オフであれば赤という形で、これもリアルタイムでモニタリングできるようになっています。なるほど。これじゃあ計量値を飛ばす以外にも、こういった、指示系の機能をこのタブレットの画面内で、まあ、いろいろ確認ができるということなんですね。そうですね、まあ、ほとんどのことがこのタブレット内でできるようになっています。まあ、例えば機能設定であれば、各ファンクションですね、ファンクションの中身もこれも全部設定できますし、このタブレットから、設定を変更するとかいったこともできるんでしょうか？それも可能です。指示系側で変更したものも当然こちら入ってきますし、こちらで変更、タブレット側で変更したものもそのまま指示系側に取り込むことができますので、まあ、メンテナンスとかで使われると一番使い勝手がいいのかなと思ってます。なるほど。じゃあこのソフトウェア自体は、久保田から、お客様にこう配布されるということでよろしいんでしょうか？そうですね、これは無償のサンプルソフトとしてですね、弊社のウェブサイトの方で、ダウンロードできるようにな形にしたいと思ってます。でまだちょっと制作途中ですので、来年早々ぐらいまでには、皆さんにこれを配信できればいいかなと思っております。なるほど、わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では続いて、特徴の3つ目である、重点制御の高度化に対応した、制御入出力についてです。ここは具体的に従来の機種からどのように変わったんでしょうか？はい、こちら従来の FCEX と同様、電空変換ユニットを搭載しておりまして、液体充填器のシステム構築が簡単に行います。
また従来の FCEX と比べまして、電気エア入出力の点数がそれぞれ増えておりますので、より複雑な制御に対応しております。なるほど、ありがとうございます。この電空変換ユニットを搭載した防爆型指示計というのはなかなか珍しいということですよね。はい、そうですね。ではですね、今日はちょっと実際にこの KCEX を搭載した液体充填器を持ってきておりますので、まあ、実際にこれをまあ動かしてみてどんな制御ができるのかなというのを見てみたいと思います。はい、こちら起動キーを押していただきますと、なるほど、本当はここに、ね、充填容器が置かれていて、このノズルが下がってきて、ここから液体が充填されるということなんですよね。はい、そうなります。ね、このなんかいろんなかバルブの開閉とか、このシリンダー の、この停止位置とか、その辺も全部これ、制御をすると。はい、すべてエア信号で制御しております。今こうだん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 、ちょっとまあ本当には、ね、液体は充填されてないですけども、ちょっと、液体が充填されているように、今そういう信号を送っているんですけども、今見ていただくと定量が10キロに設定されていて、まあ一応定量の範囲内ということで、この今 OK という信号が出ているとですね。で今こうこれが重量が減っていくと、このバーもだんだん下がっていくと。この辺もなかなか液体充填器として使われるお客様、すごくなんかきっと使いやすいんじゃないでしょうかね。ありがとうございます。では KCEX は、まあ、こういったシステムの構築、液体充填器なんかで使われるお客様にとっても、まあ、すごく最適な指示系だということですね。はい、ありがとうございます。それでは最後になりますが、この KCEX のオプション類について三船さん教えてください。はい、データキャリアやプリンターなどのこれまで使用されていたオプション品をご用意しております。なるほど、ということは、従来のクボタのこの指示系を使い慣れているお客様にとっては、まあ、使い慣れたオプションがこれからも使えるということですね。そうですね。はい、もうそれはもうすごく安心じゃないかと思います。皆様、クボタの新しい耐圧防爆型指示系 KCEX はいかがでしたでしょうか。危険場所で計量作業を行うすべてのお客様に自信を持ってお勧めできる新製品です。 KCEX に関するお問い合わせ、資料請求は久保田のホームページまたは販売店までお気軽にお問い合わせください。そして今日は計量開発課の皆さん、どうもありがとうございました。これにて、防爆係情報セミナーを終了いたします。皆様、長時間のご視聴どうもありがとうございました。